はい、の幸いでございます。ではテールズオブアライズ引き続きやっていきましょう。よし参ろう。ここね、ずいぶん古いけど確かにレナの構造物だわ。傷がたくさんある。開けようとしてダメだったのは本当らしいな。レナの構造物でも重要なものは特別な素材で作られる。ダナの技術では破壊することなどできないでしょうね。じゃあどうやって。わかった、向こうが透けて見えるのに通れない。イライラするな。防護隔壁よ。通りたければ解除装置を探すのね。解除装置、あ、これか。どうやらここは補給基地の類だったみたいね。あるいは300年前の大進工事まで遡るのか。お、はあ、曲がりなりにも満腹になるほど食べたなんていつ以来かな。あなたたちは十分な食事は与えられていないの？決められた時間に決められた量、十分だった試しなんてない。みんなレナの目を盗んで栽培したりなんだりしてどうにかしのいでいるんだ。今にして思えばあまり元気になりすぎて反抗する気を起こさせないためだったのかもな。そうね、空腹は体も心も萎えさせるから。レナなのに知っているのか。私は同胞に追われる身よ。黙ってても食事が出てきたりはしないわ。今のは何も聞こえなかったわ。いや、でも食べたばかりなのに。何も聞こえなかった。俺のまだ手つかずのがあるが食べるか。いただくわ。何このショートストーリー。邪魔よ。この調子でいきましょう。何これ。よし、いい感じだ。これは箱なのか。レナのもの、中身はありがたくいただきましょう。
あ、行くぞ。本物に。ああ、どんどん倒す。何かに使えそうだな。結構歩き回ってる気がするんだが、まだ探すのか？もう疲れたの？いや、そういうわけじゃないが。まだ隅々まで調べてない。ほら、行くわよ。服を諦める気はないんだな。行くしかないのか。どきなさい。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。あれ、これどうやって行けるんだ。ああ、やっぱこうなるか。これで下が消えたのか。うわー、ちょっと、
新しい武具か。ストライクマーク。おお。あ、いけた。ジャンプできたんや。ここだよね。私たちにとっては当たり前のことよ。ここは前の主の衣装部屋のようね。大したもんだな。いつからここにあるのか。少し昔の衣装だけど、これにするわ。たかが服を着替えるくらいで何をそんな時間。何？いや、その、なんでもない。いい加減、ジルファたちが待ちくたびれてる頃だ。そろそろ戻ろう。ウルベゼクに戻るわよ。上機嫌だな。そんなに服が嬉しかったのか。別にそうじゃないわよ。あ、なるほどね。弱くなる。ああ、なるほど。ビジュアルで押したらいいんだ。オッケー、オッケー。ファーストトラベル。あれ？
あれどっから来たっけ、どう来たっけ。高いな。戻るか、ウルベゼク。そうね、パッと行きましょう。パッとね。あ、ファーストレビュー来た。よかった。これか。見覚えのある景色は安心するな。あれ？あ、いたいたいた。そう。向かう気？決まってる、モスガルだ。行ったところで。うるさい。
やめてくれ。子供には手を出さんでくれ。間に合ってくれ。探しとれ、ココル。ドク、ココル、やめろ。やらせるものか。無事か。他のみんなは、奴らはまだいるのか。落ち着け、鉄仮面。もう大丈夫だ。オークは逃げ延びたはずだし、わしらも生きとる。抵抗組織が現れた後にしては幸運な方じゃ。幸運って、このありさまがか。これもまたダナの奴隷の宿命よ。歯向かえば命はない。おとなしく従っておれば生き残れるかもしれん。命あってのものだねだ。だから時節を待てって言うのか。そうだ。それは生き残る代わりに誰かを見殺しにする、そういうことじゃないのか、ドク。みんなの育成を賭けに差し出した上に人を犠牲にして生き残ったところで、結局待つだけなら何になる。抗ったら何が起きると思っとる。抗った当人が死ぬだけなら本望であろう。だがな、その責めはその一人の死では済まされん。その結果がお前の目の前に広がっとる惨状だ。耐えて待つことに意味はないか、鉄仮面。それは止めたいはずの死を広げる、それは愚かだろうさ。でも待つことになる。いつか抗おうとする心さえ失う、そんな自分になってしまうことの方が怖い。俺はもう出会ってしまったから。支配に抗おうと命を懸けて生きる人、たとえ命が尽きようと次に託そうと戦う人たちに、同じ命を懸けるなら彼らのようにありたいんだ。それでお前は剣を取ったのか。ああ、しかもただの剣じゃない。俺にしか使えない。でも一人では使えない強すぎる力、きっと過去に戦った人たちにはなかったものだ。だからこの剣に俺の全てをかけてみようと思う。みんなを巻き込むことになるかもしれないが。そうか、ならわしの言ったことは忘れろ。お前には時節が来たということだ、鉄仮面。実際にお前の剣はレナを退け、わしらはまだ生きとる。この繋いだ命、お前にかけてみるとしようかの。ドク、ありがとう。今口にしたことを忘れるなよ。ああ、行ってくる。あんな大きくなるよって、いい出会いがあったか。あやつならもしかすると。ファーストトラベルってどうやってやるんですか？わからん。
戻ってきたか。みんな待っている。早く帰れ。何も聞かないのか。お前の様子を見ればわかるさ。そうか。ジルファ、一つ聞かせてくれ。もし炎の剣がなかったとしても俺を誘ったか。誘うな。それはなぜだ。俺たちみたいにレナに抗おうなんてバカは多くない。そんな心根を持った和光堂を見つけたら逃すわけないだろ。それに今はもういなくなっちまった奴にお前はどこか似ていてな。そいつにしてやれなかったことをお前にすることで俺自身償っているのかもな。嫌なら言えよ。嫌なんてことはないさ。おかげで俺はここにいるんだ。そうか。さあ中に入れ。あ、うん。どうした。武器が新調できる。あ、これか。この人ね。はい。なあ。おお。おお。ダメじゃん。ダメじゃん。いや、作らないって、作らないって。やっちまったー。これでいいか。ありがとう。よしよし。あなた、そういうのに興味あるの？ああ、考え抜かれた構造や。作ってすぐる。ふうに驚きっぱなしだ。見てくれよ。どうしたらいいんだな。はい。この持ち手部分の溝。いや、見せられても困るわ。困っている人はいないか。何にでも首を突っ込まないで。
これでどうだ。え？寄り道して悪かったな。新しい料理を知ることができたし、それでよしとするが、次の野営で早速作ってみましょう。そんなに気になってたのか。時が来た。狙うはこの国の鋭ビエゾの首、それのみだ。腐ってもレナの鋭だ。正面からでは全力で挑んでもビエゾの元にたどり着くどころか城の門さえ突破できないだろう。だが俺たちは切り札を得た。この切り札を我々は確実にビエゾの喉元に届かせなければならん。そこで全戦力をいくつかの部隊に分ける。全力で挑んでも勝ち目ないって言ったそばからカッコ撃破されてしまうぞ。これは全部おとりだ。切り札を送り込むためのな。おとり部隊は城のあちこちで暴れて敵の注意を引きつけるのが役目だ。だが本物に見せかける必要がある。俺もおとりに加わる。ジルファも？けどそれじゃあビエトには。鉄仮面、お前には誰の助けもなくシオンとただ二人あのビエゾの元にたどり着いて炎の剣を叩き込んでもらわなきゃならん。おい、まさか二人だけで送り込む気か。一人はレナだぞ。これは誰にとっても分の悪い賭けだ。分けても全てを託すことになるお前たち二人の危険が一番大きい。だからこそ今一度問うておきたい。今なら拒むこともできる。拒めばどうなる？どうもならん。この話がなしになるだけだ。そして俺は奴隷に戻る。お前がそれを望むならな。望まない。ならどうする？お前はどうしたい？俺は戦いたい。何のためにだ？何のためにお前は戦う？俺たちダナが俺たちを虐げる奴らの言いなりにならないため、奴らの都合で死なないためだ。奴隷じゃなくなるため、生きるため、自由に生きるためだ。よく言った。今こそ俺たちの望みをお前に託そう。お前が諦めない限りきっと壁は壊せるだろう。お前はどうだ？私の腹はとっくに決まっているわ。早く始めたら。ここを出てすぐ右手に門がある。まずはその先の昇降機を登れ。道々に仲間を待機させておく。迷うことがあれば彼らの支援を受けろ。他に質問はないな。よし、願わくはこの戦いが300年続いたレナ支配終焉の行使とならんことを。作戦開始。よし、参ろう。
どこだっけ、あれ、リエザの城はこの先の上層ね。よし、昇降機とやらへ向かおう。信じられない気分だ。本当にレナのスルドに挑む日が来るなんて。ずいぶん浮かれてるのね。これから命がけの戦いだというのに。そりゃもちろん不安はあるさ。だけど俺たちダナがやっと掴んだ望みだからな。そういうシオンは不安はないのか。私はそんなものを感じてる暇はないの。これは最初の一歩でしかないんだから。5人のスルド全員を倒すか。壮大すぎて実感湧かないな。でもやるのよ。分かってるさ、そういう約束だしな。本当に分かってるといいんだけど、負けたら死ぬより辛いことになるかもしれないの。そうかもしれないが、どうせなら負けた時の心配より負けないためにどうするかを考える方が良くないか。それはそうだけど、やる以上は勝つために全力でやる。そこは信じてくれ。よし、裏口？裏口どこ？どこ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 、こっちか。そろそろ搬入口ですよ。よし、必ず勝つぞ。これが橋の代わりらしいな。びっくりした。落ちたら一巻の終わりだ。こっちね。はい、
俺たちも急ごう。待って。どうした？炎の剣を預ける。いいのか？ええ。この先は何があるか分からない。いざ必要になった時に間に合わないなんて事態は避けるべきよ。マスターコアから精霊力を送るのを止めただけ。剣は預けるけど、力を発揮するのは私が必要。忘れないことに。あ、そういうことね。なるほど。近かったか。慣れてないの。誰かにそばに立たれるのが。いばらのせいか。意外と優しいんだな。はあ？違うのか。いばらで人を傷つけないよって。分かったようなことを言わないで。何も知らないくせに。何も知らないって、それはそうだけど、そんな言い方しなくたっていいだろ。それが無神経だって言うのよ。な、悪かった。ただいろいろ大変なんだなって。俺はその痛みがわからないから。悪気がなかったのは分かった。上の階に鋭の間がある。リエゾはおそらくそこよ。
消せる。え、これで通れる。急ぎましょう。片付いたわね。行きましょう。ああ、やるしかない。力の差も測れなかったのね。え、鍵を探すのかい。城内にもまだ兵士が残っているな。それでも少ない方よ。陽動がうまくいっているみたい。みんな無事でいてくれ。邪魔よ。片付いた。行きましょう。ああ、問題ない。ねえ、なんだ。思うことがあるならはっきり言ってもらいたいわ。え、内心で笑われるのは不愉快よ。特にあなたは表情がわからないし。笑う？何の話をしてるんだ一体。服の話よ。ファガン遺跡で見るなり何か言いたげだったじゃない。ああ、あ、いや、 あれは何？なんでもない。失礼な七人ね。失礼って勝手に勘ぐっておいて、その言い草はないだろう。だったら何を考えていたのか言いなさい。別にけなすようなことは考えてない。信用できないわ。だったら俺が何を言ったって同じじゃないか。なんじゃこりゃ。さあ行くぞ。上出来ね。火の精霊力を集めてるだけあって。おじけづいたの？違う、炎の剣のことを考えていたんだ。あれを握ると妙に胸がざわつく。レナのマスターコアから生まれた剣に頼るのが不満？そういうんじゃないんだ。ただなんだろう、あの剣は強すぎる気がする。何を気にしているのか知らないけど、そのおかげで鋭に挑めることを忘れないでほしいわね。言われなくてもそれくらい分かってる。
だといいけど。とはいえ長く使えばそれだけ自分も焼かれる。治癒術が間に合わなければ危険なことになる。諸刃の剣には違いないわ。痛みを感じないからって。気をつけなさい。心配してくれてるのか。いいこと。あなたには全てのスルドを倒す役目がある。こんなところで倒れられては困るの。それだけよ。やるしかない。勝てたか。はい、ではね、ちょっと収録時間がギリギリになってたんで、一旦ここで終了したいと思います。ではご視聴ありがとうございました。の幸いでした。